マスターズ東京のトイレの話してくれ。あるけど、なんかいっぱいあるよ、マスターズ東京トイレの話。どれだろう。いや、あの選手と同じだったんだよ、トイレ。仲良しうんこもあったよ。なんだっけ、あのペーパーレックスの今回助っ人で急遽出ることになったストリーマーの人、名前なんだっけ、なんか GGPR みたいな人いたじゃん。シガレッツかな。あの人すごい成績良かったじゃん。で、なんか試合終わった後に俺もトイレ行ってて、俺うんこしてたんだよ。で、終わった後に俺うんこしてふーっつって、で、トイレから出て、その後にそのシガレッツが俺のうんこの入ってた部屋に入ってたのね。入った瞬間にオンマイガーって言ってた。でもその後多分俺の運がついたから、めちゃくちゃその次の試合でめっちゃ強かったよ。クソ暴れてた俺がトイレ終わった後に俺の後に入って、オーマイガーって言ってた。流してなかった。流してたあるじゃん、やっぱさ、自分じゃ気づかない匂いってあるから。他人の代弁の後ってやっぱちょっと違うじゃん、匂いって。あーでもそう、自分のもあるね。俺ケトジェニックやってる時肉しか食ってなかったから、マジで匂い臭かった。屁も臭かった、ほんとに。2階でトイレしてて1階で寝てる麗華が扉閉めろって切れてた。いやお前、彼女もいなきゃ嫁もいないし、同棲もしたことないやつらは多分分かんないよ。開けてしたりするんだよ。お前らは多分ずっと分かり合えないと思う、これに関しては。死ぬうちに1回ぐらいはあるんじゃない。まああったらいいけどな。その一回を大事にしたい。いや、素敵よ。